はい。まだか。もっと。松岡さん、おはようございます。皆さん、おはようございます。この前の正直言って撮影に関して言いますと、雨も降りましたしね、相当寒かったです。でもあの撮影によってみんなの意見が変わりました。この定時制の学校はいろんな人がいるけれども見抜けないってことも分かりました。まず一つある、彼が31歳っていうどう考えても見えない。そしてもう一つの謎が、りょうくんはサッカーやってました。彼もサッカーやってたと思うんですよ。一番りょうくんがびっくりしてるところ。でも皆さんね、思ったと思うんです。なんであんな雨降ってる中ね、わざわざシーンを撮るんだと。あの雨の中でね、あるんだったらこのシーンは撮れただろうっていう、そういう思いあったと思いますよ。でも実際今日見てみるとドロドロです。晴れてるのにドロドロで、しかもゲートボール大会になってます。この前ね、大変だったと思いますけど、口にも入り、目にも入り、文句も言わずやっていただいて、本当ね、あのシーンが今回一番のポイントになるんじゃないかなと思いしますね。なんでりょうくんはいないんでしょう。これだ。我慢よ、スタート。では、ホームルームを始めたいと思います。今日はこの卒業後の進路についてみんなと一緒に考えていきたいと思います。春になったらみんなはこの定時制の高校を卒業します。そろそろ本格的に真剣に考える時期が来ました。就職するもの、進学するもの、いろんな道があると思います。迷ったり困ったりしたら、その都度先生、家族、友達に相談してください。ここにいるみんな一人一人を僕は支えたいと思います。だからフルーツジュースです。ありがとう。カット。カット。はい、カット。じゃあチェックしますよ。はい、チェックします。リアクションに困るね。洋服屋さん、きっとそうでもない。いや、その大丈夫ですね。ええ、大丈夫ですね。やっぱ大きく。スタート。魚とこちらは肉ですね。一番いけないのは弁当で迷うってことです。迷った時点で
弁当に対して失礼だろ。この魚は一生懸命泳ぐ。自分の人生をかけてやってきたんですよ。だからこそ決めるなら俺は今日は肉。魚、はい、肉で。なぜ魚？魚ですか、ちょっと一人暮らししてて、魚を取らないんで、こういったお弁当をいただくときに魚でこう栄養を吸収。なんでそこまで一生懸命答えるんだ。ねえ、すいませんね。なんか字一言書いてもらっていいですか。はい、これでいいですか。この一生懸命本来は一つに生まれるってみんな書いてる。僕は小学校の先生がですね、一つにところって昔から言ってたの。6年間小学校一緒でした。一つのところに命をかけろ。これはまさに松岡修造の原点です。先生との出会いがなければ僕は一つに生まれるっていう原名なんでね、一生のうちになんとなく頑張れいいっていう、そういう方向だったと思うんですよね。だからちょっとこの熱いって言われるのはこの字の行動によって言われてるのかなっていう気がしますね。でも皆さんは生まれるの方でやってください。こういう人は滅多にいないの。変わってる人だと思う。ちょっと手だ。5に入ってもらってテストやってみますか。はい、ではじゃあ一応テストいきます。はい、はい、グッていったらってサイズが変わらなくて最初シャッターしてたりとかなくていいや。ではじゃあ、ここに作ろう。ここに1人、すみません。じゃあね、さっきの回ごめん、君は移動して、はい、ここに作ってこちら側に入ってください。で、はい、はい、本番回してください。わかりました。マーク本番よーい、スタート。ではホームルームを始めたいと思います。今日はみんなと卒業後の進路について一緒に考えていきたいと思います。春になったらみんなはこの定時制の高校を卒業します。そろそろ本格的に真剣に考える時期になりました。進学するもの、就職するもの、いろんな道があると思います。迷ったり困ったりしたらその都度先生や家族の皆さん、そして友達に相談してください。ここにいる僕はみんなを支えていきたいと思います。でも僕の好きなうまい棒はソース味です。ありがとう。カット。チェックします。チェック。チェック。最後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 。家族の皆さん、そして友達に相談してください。ここにいる僕はみんなを支えていきたいと思います。でも僕の好きなうまい棒はソース味です。ここが一番良かった最後だ。あとよーい、スタート。ここは
校ね、はい、やっぱりね、女性はね、この書いてあるのが、シーザーのシーベリフォーヤングウーメンがダイナマシーンっていう、見た目にね、やっぱ騙されちゃダメよ、はい、綺麗だけじゃない。ありがとうございます。はいはい、パッと続きが来てたそんなことですかね。はい、じゃあ、もろもろければ次行ってみましょうかね。はい、ポンポン。テスト用意スタート。勉強進んでる。ありがとうございます。先生もどうぞ。ありがとうございます。 Thank you。 ありがとう。はい、そんなことで。はい、よいしはいはい、そうですね。パッと、はい、芝居が変わった。回してください。回してください。はい、分かった。本番。どうして本気になれねえんだよお前は。恥ずかしくねえのか。見てみろゲートボールを。このドロドロの中で本気になってやってんじゃねえかよお前。お前は今日からゲートボール魂だ。でそれですか。最後ゲートボール魂だ。はい。はい、OK です。ありがとうございます。ありがとうございました。先生、ありがとうございました。いつものことは。あ、はい。テスト。テスト、テスト。テスト、はい、テスト。テスト、よーい、スタート。働かないとお金が足りない。退学します。
ましょうか、ね、はい、では本番いきます。はい、じゃあいきますよ。はい、行きましょう。本番。本番。回してください。やりました。はい、本番。本番用意。スタート。働かないとお金が足りないんで。マジで。いいのは本当かよ。おはよう。おはよう。本当にそれでいいのか。本当にそれでいいのか。はい、カット。はい、行きます。Are you sure? Is that okay? はい、じゃあ行きましょう。本番、お待たせ。はい。はい、本番用意。スタート。本当にこれでいいのか。はい、カット。はい、お前本当にこれでいいのか。追いかけるよ。すみません。すみません。何の失礼。いや、すみません。すみません。すみません。はい、では今回してください。本番。本番。わかりました。はい。本番。本番。本番よーい。スタート。働かないとお金が足りないんで退学します。本当にそれでいいのか。カット。カット。はい、カットします。はい、チェックします。なかなかこれないんで。はい、じゃあいきます。本番、回してください。回りました。ブラック、本番。本番。本番よーい、スタート。働かないとお金が足りないんで退学します。本当にそれでいいのか。
カット。チェックします。はい、チェック。はい、チェックします。わかりました。さ、本番。あの前によーい。スタート。働かないと。お金が足りないね。対応します。本当に。それでいいのか。カット。カット。チェックします。はい、チェI'm gonna go to the hospital.
パッと喜んでるっていうところだけですよね、基本的に。そうですね、うん、もう少し強くいきたい感じ。オッケー、全然全然全然、はい、ここは全然。はい、開始します。開始します。ちょ、本番。本番。回してください。回りました。はい、ちょっと本番。本番。本番、よーい、スタート。おめでとう。はい、ご一緒いきます。ではですね、すみません、もろもろ検討の末ですね、2つのパットは OK とさせていきます、いただきます。ということはですね、ただいまのパットを持ちまして、松岡先生と松岡さん、全編終了です。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、今日夜中3時までもよろしくお願いします。ごめんなさい。じゃあみんなはまだ頑張るよ。アメリカ出るまでにちょっと適応しないといけないからね。はい、皆さん、あの本から出ていきます。その辺で作ります。こちらこっち行ってください。はい、じゃあ、すみません、コメントをもらってもいいですか。じゃあ、最後の撮影まで17時に上げたいと思います。すみません、なるべく速やかにお願いします。鈴木とかは、カメラ動いてください。宮下さん、はい。初めての PV 一生懸命ありましたが、僕の演技は最悪でした。でもこれを最高の状況に作ってくれると信じている。まさにそれでも信じている。松岡先生、卒業させていただきます。これから松岡修造、もっと自分を信じていけ。ありがとうございました。